今回のランク戦動画、試合をプレイする前にこちらの契約書を開封していきます。こちらイベントで手に入れたアニバーサルプレイヤー第1弾の S ランク契約書になるわけだ。この契約書から当たる選手っていうのがこちらになりますね。西武から中村拓也、ソフトバンクから柳田悠岐、日ハムから上沢、オリックスから山本由伸で、ロッテからは鈴木大地、楽天から岸、ここからセリーグ、カープから西川、ヤクルトからバレンティン、巨人から丸佳浩、いいっすねー。で、横浜からロペス、中日からは柳、で、阪神から西っていった感じになってます。12球団のエース主力選手っていうのがこの契約書から当たるわけなので、まずはこちらの契約書を開封して何が当たるのかっていうのを見ていき、そして今回は当たった選手を使用してランク戦を1試合プレイする予定なのでね、いやーもう全部欲しいですよ本音は。でもその中で一番欲しいのはやっぱ柳田とか丸とかおかわりくんのエースランク選手も持ってないので、その辺が来てくれたら楽しくランク戦プレイできそうなんですけど、どうなるのか早速開封といきましょう。さあ来い望みのもの。まあ別に何が来てくれても感動しかないですよ俺からしたらね。でも感動の度合いは来る選手によって違う。大きな感動を追い求めて、期待を込めて、さあ何が当たる。ボールは燃えてそれを弾き返し、画面も割れれば何が出てくるんだ。ロペース、えいやけど、えいやけど、えいやけど、お前か。柳田でもないか、中村でもないか、丸でもないか、ロペスが出てきたのか。いやまあ感動はありますよ。持ってるんですけどね、僕は S ランクの2019のやつ。ただアニバーサリーは当然これが初だったんでね。何よりも僕がこよなく愛している選手ですから、いや全然かまわん。ぶっちゃけ柳田よりも嬉しいってことはないですけども、まあ当たってくれて感動がそこにあります。このロペスはどんな特殊能力を持ってるんだろうな。超パワーヒッター、プルヒッターと、あとこのアニバーサルプレイヤーにはみんなこの選抜っていうのがついてますからね。これはなかなかいいな。ですから今回の動画ではこのロペスを使用してこれから1試合やっていこうかな。これからプレイする試合、ロペスは打順4番の一塁式用で使うぜ。それ以外はこんな感じ。まずは上位の西川、山田、丸、この辺でチャンスを作って、そしてチャンスでロペスに回し、そこで打ってその得点を守って勝つっていうのが理想かな、今回プレイする1試合のね。まあ下位打線にも強い選手は並べているので、まあとにかくまずは勝利を目指すこと、その中でロペスが主役になれればいいんですけどもね。ちなみに現在ピーマンゴールドランクは2、そして3勝5敗と通算負け越してます。でこれね、次のゴールドランク3に昇格をかけてるんだよね。現在は5戦中4戦を終えて勝ち点600点を手に入れてるんですけども、次これからプレイする試合勝てばゴールドランク3になって、勝てなければゴールドランク2で終わることになるからね。できれば勝ちたいですよ、そういう意味でもね。相手はゴールドランク4、勝率は4割下回ってる。どっちも5割未満か。で打つ方ではね、あ結構指標似てるね。まあ、指標を見る限りどっちもそんなうまくはない。ゴールドランクにいる人間の中でも下位に属する、下位グループにいるやつじゃないですか。俺よりちょっと相手の方が上かな。まあ、そんなユーザーと対決して勝とうや。相手のオーダーも結構豪華やったね。でこの戦いはハマスタで行われるのか。いい戦いしましょう。ピッチャー東カープのユニフォーム似合わねえ。びっくりした今ね。いや打つのむずいと思うなこれ。あスライダーよー、島沢西川出塁、これはツーベースになるでしょう。よし理想的な展開だね。甘かった甘かった。いやーやっぱ指標が表してる通りだね。うまいユーザーはあんないのスライダーで来ないよ。はい、そして俺も下手なユーザーやからそれを見逃す。終わった。マジか、あマジなんか。このマジかは二重の意味がかかってるからね。まず相手マジなんか、2球続けて失投はねえだろっていう、そして俺に対するマジかでもあるよ。そんなもん打てよという、打てへんのかマジかという。ああ山田のツーランで勝ってたな今のは。まあまだワンアウトだし、ほんで今回は山田主役じゃねえし、ロペスだし、ロペスで打つ気だし、まあ丸がまずいるんでね、どうしようかな丸で。ああどうだ、春か。最後は速い球で来そうな感じするんだけどね。ああスライダーできたわ、これは超えてよ、失点先生。いや今丸二塁に行ってほしかったな、いけたでしょ丸の走力ならば。さあこれロペスを使っての初陣ですよ。初打席豪快な一撃が欲しい。
いや、打てる球を投げてきてるからね。このストレートはガン無視や。これも無視。多分次変化球来る。スライダーあたり来ると思うので、それ狙い撃ち。あ、チェンジアップだった。あー、で、それを仕留めきれない。甘かったぞ、今のは。いやー、もったいない。初打席はショートライナーで終わる。で、展開考えたら、これ、よっぽどつなぐか、延長もつれないかじゃないと、もうロペスに打席回ることないからね。いや、ちょっと勝ったら嬉しいけど、そこにロペスの活躍がないのに勝ってもなんかね、消化不良感ありますけど、まあ、とにかく勝利を目指しましょう。もしかしたら打席が回ってくるかもしれないんでね。相手オーダーも強力やからね。ただ打率は1割9分4とかなり打ってなかったユーザーなので、それに対して、まあ、こちらも騎士を使って抑えていこう。まあ、基本ストレートしたいよね。ゴリ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 ストレートを押していく感じで。よし、うん、やっぱ数字が表してるね。これも数字低いバッターって僕も同じですけど、インコースの速い球を全く打てないね。プロスペースユーザーはインコースを打てないと、そこ攻められて簡単に終わる。速球に差し込まれてアウトになるね。まあ、たださすがに何球も何球も続けてると、これはもう打たれるものですから、時たま外に投げたりね、それを引っ掛けてもらったり、あとは緩急を惑わすこのチェンジアップも、これボールになるやつね。アイナストライクは赤、うん、この辺を見せておいて、まあ、次ストレートでインコース。はい、ああ、サード取れへんか。なんかね、プロスペースの挙動おかしいよね。時たまね、取って なんなのその横ランニングするだけのやつ。2倍速で進めてるんでね、ちょっとノーマルな動き見てみたかったな。今ね、どんな動きしてたんだろう。普通に取ってほしかったんですけど、あの三塁はよく抜けるね。もう一球ストレート、この辺高め。ああ、反応がないか。まあ、ゴールドランクに来てるようなユーザーはストライクゾーンとボールゾーンの見極めは完璧にできるよな。スライダー、よく曲がるやつ。よし、引っ掛けた。これはアウトになるな。いや、落ちるんかい。嘘っしょ。ポテン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 落ち始めたら野球は面白くなくなるからね。あら、この打球は、あー、よかったよだ。これは取れる。捉えた打球が一番アウトになる率が高いっていうね、おかしなことやっとるで。このプロスペースに勝つためには、打ち損じのその極みをすることだよ。打ち損じを極めること、芯に当てることではなくてね、いかに芯から外れたとこで打つかっていうのが勝つ秘訣じゃない。いや、マジな話。でこれ2回、このままいけばこの回が最後の攻撃になる可能性もあるので、つなげてロペス回したよね。でもよっぽどつなげないと打順4番のロペスまではいかないぜ。あー、もういきなり漏れアウトになるし、その前の変化球っていいんだよな。アホみたいに追い込まれるんじゃなくて、これ、あー、でも引っ掛けてる。あかんわ。もう回りそうないっすね。いやー、まだ2アウトだし、一個ごけら菊池でつなげられるかもしれんし、どうだ全部正面に飛んでいく。あかんわ。1点取っててよかったね、丸でね。いや、なかった、今日の試合負けてた可能性だった。あった。さあ、これがランク戦は、これが最終回になるわけなんですけども、抑えて勝ちましょう。ロペスは守備もいい選手なんでね、もしかしたら打撃では目立たなかったけども、守備では何か目立ったプレーを見せてくれるかもしれませんぞ。とりあえず騎士で、このイニングも。よし、勝った。ああ、いいね、いいね、いい守備範囲。だからロペスを手に入れたことっていうのは、単なるその打撃のプラスだけじゃなくて、守備でのプラスももちろんあるからね。一塁手はこれまで王さんをずっと起用して続けてきたのが僕のランク戦ですけど、王さんとロペスってどっちの方が守備能力高いんだろう。まあ、王さんも守備力高い選手ですけどもね、ロペスの方が多分高いんじゃないかな。まあ、だから今後こういう打球は抜けはしないでしょうね。あと、コロることもない。ロペスといえばエラーしない男なんでね。これで簡単に2アウト。さ、勝利まであと1つで、ここで代打、浅村秀人を出してきた。2018のやつ。俺も持ってるやつだね。超広角打法、レベル2が働いているので怖いな。まあ、騎士でここもね。クローザーなどは出す必要はない。元西武対決やね。どっちも別の球団に行ってるっていうね。なんか悲しいわ。元西武対決やけど、どこか悲しさがある。西武ファンじゃないんだけどね、俺は。なんだろう、この複雑な気持ち。よしよしよし。
ね、もうやっぱストレートしたいやな。でもなんかちょっと不気味な感じしてるんだよね、ストレート。あーでもこれは、はい、抜けへん。オッケー、ゲームセット。ロペスを使っての初陣は無事勝利することができ、そしてピーマン、これでゴールドランク3に昇格できたんじゃなかろうかね。まあ、その前にですね、まずは今日の結果というものを振り返っていきましょう。こちらの攻撃はこんな感じですね。1番の西川でいきなり2ベースで出塁、あの甘い球が来たからね。で、その後山田哲人の打席で2球続けて失投が来るのを2球連続見逃す大男。バカ野郎ね。あそこで勝負決めれてたんすよね。あそこで打ってたらその後も打ってロペスでもいい結果出してたんじゃないかな。ただあそこで打てなかった時点でロペスで打てないことが確定したんだ。まあ、その後丸でヒット打って、これが唯一の得点だね。で、ロペスを使っての初陣の初打席はショートライナーと、変化球待ってたタイミングで変化球が来たのでね、完璧に合わせてこのハマスタのスタンドにぶち込む。幾度となくリアルで見た光景をね、ここで再現したかったんですけど、それはできずで、結局これで終わってしまったわけ。まあ、守ることができたので勝てたわけだ。で、勝ち点300ポイントゲットなので、ゴールドランク3に昇格。まあまあ、ここはまだゆるゆるなんですよね。こんな普通にやってれば普通に昇格できますから。ただ問題はこっから4、あと5になったら大変なんだよ。これで今回の動画は終了です。今回はできればこの当たったロペスを使ってですね、見せ場を作っていきたかったんですけど、ただちょっと難しかったですね。ただ今後もやっていく中でこのロペスを使用してたくさんのランク戦をやっていく予定なので、その中で、何か見せ場を作ったらまた動画としてお届けしていこうかなと考えておりますのでね、今後ご期待してください。俺のロペスの活躍にな。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、またおう。